いらっしゃいませ。ヒラメの耳かき屋へようこそ。ああ、お待ちしておりました。またのご利用ありがとうございます。そうですね。まだまだ暑いですね。あ、こちら、お座りください。今、お飲み物をお持ちしますね。あ、氷は入れてもよろしいですか？かしこまりました。では。暑いのもそうですが、冷房の温度差も辛いですよね。気づかないうちに体が冷えてしまいますから。冷房の温度はいつでも調整しますので、おっしゃってくださいね。はい、どうぞ。お待たせいたしました。それでは、本日のマッサージはいかがいたしましょうか。お任せ。そうですね。では、ひんやりとしたタオルでお耳のマッサージというのはどうでしょうか。その後はリラックスするためにボンテンを。はい、ではそれで。準備いたしますね。まずはタオルを。それでは椅子を倒しますよ。ではタオルを濡らして、絞って、お客様のお耳をこのタオルでマッサージしていきますね。では、ひんやりしますか？でもほら、触ってみてください。実はそこまで冷たくないんですよ。ね？だいぶ体が熱くなっちゃってますね。少しずつ冷やしていきながら、マッサージでリラックスしていきましょう。はい。いいですか。よかった。冷たいタオルって気持ちいいですよね。暑い日もそうですけど、仕事や勉強を続けてぼーっとしてきた時にも、こうして冷たいタオルでマッサージしてあげると、気持ちのリフレッシュができて、集中力が回復しますよ。もう一度タオルを濡らして、
それとこうしてタオルをワンクッション挟むことでマッサージの力加減もちょうどよくなるんです。こうして少し力を入れてもどうですか？そうですよね。これくらいでも気持ちいいんです。それじゃあもう少しぐーっと力を入れますね。今年は特に暑かったですよね。熱中症などは大丈夫でしたか？よかった。でもまだまだ残暑もありますからお気をつけくださいね。疲れたらまた僕がマッサージするので。とにかく水分だけはしっかりと取ってください。よしっと。では、右側もいたしますね。こちらも、タオルを濡らして、よし。失礼いたします。こちらも最初は優しくやっていきますね。ひんやりと、そうそうそう、優しくゆっくりと体の熱を取っていくように、つつつ、
は強めに。はい、お疲れ様でした。軽く乾いたタオルでお拭きいたしますね。柔らかいタオルですのでご安心ください。こちらも。よし。では今度は梵天で。あ、リラックスしていただいているようでしたら、お眠りいただいても大丈夫ですからね。それでは横を失礼いたします。お耳の周りから軽くやっていきますよ。ありがとうございます。落ち着いてリラックスしてくださいね。ああ、そうですね。一応予報では暑さのピークは過ぎたということですので、少しほっとしますね。まずはこの大変な夏をよく乗り切りましたということで。本当にお疲れ様でした。ああ、そうですか。やっぱり大変でしたよね。ええ、もちろん。しっかりといたわりますよ。お客様のお耳も、お客様自身も。梵天で、優しく撫でていきますね。お疲れ様でした。
少し奥まで梵天を入れますよ。少し静かに行いますね。今までの施術でリラックスしていただいたようですし、このまま少しお眠りいただいても構いませんよ。では。少し奥に入れます。
ますね。以上です。お暑い中本当にお疲れ様でした。お客様の疲れが取れていますように。ご来店ありがとうございました。